どうも、エルザです。それでは、嘘つき姫と盲目王子やっていきたいと思います。さあ、やっていきましょう。なんか、あるね。強い衝撃を与えると種を飛ばす花です。ほい。あ、普通に。あ、マジ痛そう。え？うん、難しい。これ難しいな。角度をつけれるわけか、首振ってる間で。はあ。なんか徐々にいろんなことができるようになってきたね。これタイミングむずいな。あー危ない。で、なさげだね。よし。いや、ちょっと待った。よし、よう見つけた。で、ははは、綺麗に乗ったな。ほっ、はまったな。よし。ちなみに、いけるわけではないんだね。ギミック増えてきたねー。増えたなー。で、これ一人。こっちないね。花畑意外とないね。怖っ。掴んで、よし。これを、うん、何もなし。で、これ進んでいって、なんか霧っぽいのがあるね。はいはい、また種飛ばしか。じゃあ、王子待ってもらって、飛んで、これさ、ダメなのか。やっぱズルはさせてくれないみたいだね。ここ違う。ここ あここあ、惜しいな、今の。ここあれここかも、一発ではダメ。よし、いけたね。シビアやなー、これは。あー、なんかまた似たようなところ来たね。ちょっと下見るか。大体の敵3発なんだね。ほう。めちゃくちゃ置いてきたけど大丈夫かな。なんだここ。そしてアイテムがゲットできた。なんかギミックあんのってことは。今隠しがあったね。ほう。なんだろうね。なんかそれっぽいやつ見当たらないしね。うん、特に踏めるものもないし、行ってみようか、このまま。
ジャンプジャンプで攻撃。怖えなここ。しかもあそこめっちゃ出てくる。あーこれ抜けていった方、いや楽なのかな。あ落ちるな。意外と難しいんだよなこのジャンプ。よし、画面下見れる。でずっと行って、ほう、なるほど。そしたらちょっと待ってね、ギリギリ、よしこれで OK。上がってもらって、よし2発。これでちょっと変わんないかな。それっぽいやつこれしかないからね。やっぱ違うか。なんなんだろう、気になるな。めちゃくちゃ気になるよねああいうの。いやなんかあるね。ちょっと待った、これなんだ。あーなんかありそうな感じがするけど、まあ難しいか。気になるな、めっちゃ気になるな。もう一回だけ見たい。これでどうだろう、もう多分進んで終わりだからさ。あーやっぱないか。よし戻ろう。探すとキリないねこのゲームはね。さあこのステージクリアだね。目指す魔女の館は遠く、いつの間にかあたりは暗くなってきました。二人は一晩を過ごせるところを探し始めます。ほどなくして少し開けた場所にキノコに飲まれて今にも崩れそうな小屋を見つけることができました。だいぶボロボロだけど一晩なら休めるかな。姫は王子に声をかけ、二人しっかり手をつないで小屋へと入っていきます。小屋の中は森よりも一層暗く、ぼんやりとした影が暗闇の中にいくつか見えるのみ。姫はじっと目を凝らしてそれが何かを確かめます。わっ、死体だらけ。嫁が聞く姫が暗闇の中に見たものは、部屋の中に無数のヤギのような化け物が倒れている光景でした。え、死体だらけ。王子はびっくりして姫の言葉を繰り返します。でもちょうどいいわね、お腹も空いてたし今日はこれを晩ご飯にしましょう。王子は小屋に住んでいるのは人間だと思っています。姫がとんでもないことを言い出して王子は大混乱です。戸惑う王子を置いてけぼりにして味見とばかりに狼はヤギの死体にかぶりつこうとします。狼の口に生えた大きな牙がヤギの腹に食い込むその寸前、ヤギが弱々しくうめきました。
その声を聞いた王子は慌てて狼に声をかけます。姫、その人たちまだ生きてるよ。狼はじっと心の中で舌打ちをして、しぶしぶ食べるのをやめます。この森で弱った生き物が食べられるのは自然の掟なのに。少し恨めしそうな目で王子を見つめながら、王子が相手を人間だと思ってるなら仕方ないかと自分に言い聞かせます。王子はヤギに声をかけ、彼らの話に耳を傾けます。姫、この人たちお腹が空いて動けないみたい。助けてあげられないかな。王子ともっと仲良くなりたい狼はこのお願いを断ることができませんでした。こうして狼と王子はヤギたちのために何か食べ物を探すことになったのです。ああ、やっぱ人間との違いって感じか。目が見えねえから人を食うみたいな感じになったんだろうね。さあ、なんか探しにってことで？あれ？なんかずっと動いてるね。ああ、押せるんだね。よし。王子、王子なんかバグみたいになってる。王子、大丈夫かな？よし、掴めた。これで掴めなかったら罪だね。そう、こいつね、ちょっとね、攻撃してくるのよね。さて、ここ降りて、ほう。あー、そういう感じか。意外とこれの上には乗れない。こうだね。よし、これで起動と。で、タイミング見て乗る感じだね。ほい、よし、ナイス着地。オッケーやね。意外と距離感間違えるとね、すぐダメージ食らうんで。おお、キノコ様様。また来るね。よし。うわー、行ったり来たり。こもりしてる感覚に近いな、やりながら思うけど。危なっ。でもあの花畑か、あれ一個気になるな。やり込みはまあまあ後ほどやね。一回クリアしてやるかだな。ほい、危ない、ギリギリだったな。これを先進むとやっぱいるよね。置いていっていいパターンか。ほう。よし、さらに進んで跳ねると。出るね、カエルね。てか耳がバッタになってるのか、足と耳が。はあ、よう考えたな、こんなキャラクター。感心するけどすごいよね。よし、オッケー。なんか上道あったな。
いやー、これ見たら見ただけどんどん道分かってくるね。あー、そういう感じなのですね。ほっ、鳴き声がね、ヤギっぽいっていうよくわかんないよくわかんないんだよな、あの敵。さて、いけるかな。あぶな。あら、よし、ちょっと荒ぶるからね、時々ね。ねえ、これ登って登って登って、あ、なるほど、逆だ。危ない危ない危ない、踏みつぶすところやった。はい、歩いてー。よし、これで上に行くと。で、合流ができたー。いや、大変やな。さ、なんかいた、なんかいた。あいつか、序盤出てきた強えやつだ。出てくるな、結構雑魚的。お、次見えましたね。はい、じゃあキリがいいんで今回ここまでにしたいと思います。さあ、あのヤギたちどう救出するのかっていうところだね。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。